ってのは自己責任だろう。まだ最終がある。勝負はこれからだよ。でも金がねえよ。抑えで副賞買っといたんだ。何？本当か？ 2,3 倍つくだろう。まだ戦えるよ。行くぜ万蔵。俺の名前は森田万蔵。折からの不景気で会社は倒産。多額の住宅ローンを抱えたまま、俺は借金漬けの失業者となった。中高年の再就職は難しかった。収入がなければ今ある金を増やすしかない。俺は必然的に馬券に手を出した。当然妻も子供もそのことを知らない。あれは数週間前の後楽園ウイルス。外れた。逃げ馬が出遅れてどうすんだよ。7番こんな馬誰が買えるっつんだよ。よし
ワイド三腹入った。よし、よし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 、約束通りだ。よくこんな馬変えたな、こいつ。よそっから15番。よし、2番だ。行け、そのままだ。2番ってこのまま食らずねえじゃねえか。来るのは来るだ。だってどのよそかも無印だぞ。人気もブルビー人気じゃねえか。人気も印も関係ねえんだよ。来ちゃいった。 1.2 倍のグリが飛んだ。お前なんでこんなに人気が来るってわけなんだ。信念だよ、信念。まさにオッズや人気を全く気にせず、この男はその後も自らの信念で馬券を当て続けた。それはまるで神だった。人生のどん底を這いずり回る俺のもとに舞い降りてきた神に思えた。俺は神の領域、人は俺を神の領域に最も近い馬券師、神の総帥と呼ぶ。待ってくれ、ちょっと待ってくれ。俺にも教えてくれ、あんたの馬券術。俺にも教えてくれ。あのなおっさん、馬券ってのはてめえで考えて買うもんだろう。俺は予想家じゃねえんだよ。そんなこと言わないで頼む。俺にはもう後がないんだ。あのな、俺は人のために馬券買ってんじゃねえんだよ。あんた、なんであんな人気薄が来るってわかるんだ。数字だよ、数字。数字の配列。どういうことだ。走ってんな、馬じゃねえって話だ。数字だ、数字が走ってんだ。馬が走ろうが牛が走ろうがハクビシンが走ろうが一緒だ。数字なんだ、オカルトじゃねえか。バカ野郎、実際来たじゃねえか、俺の選んだ数字がよ。あのな、競馬ってのはな、騎手に馬3、数字が5だ。おい、待ってくれ。頼む、あんたの馬券術教えてくれよ。どこに行くんだ。行くあてなんてねえさ、魂の拠り所もな、大井、川崎、船橋、浦和、府中に中山か。旅は終わらねえよ。あんたの車か。住所不定、さすらいの旅だよ。明日は府中だ。おめえは打ち切れ。住宅ローンに可愛い子供か。生きるために食うか、食うために生きるかって話だ。じゃあな。
も連れてってくれ、府中に。バカ言ってんじゃねえよ、家族が待ってんだろ。博打なんてやってねえで、うちに帰れ。このままじゃ帰れねえんだ。どうしても彼がいるんだ。人生ってなんだ。家族のため、会社のために、馬車馬のように働いて、挙句の果てがこんなざまだ。お前、人生ってなんだ。人生か、そりゃ数字だ。数字こそが人生だ。人はこの世に生まれ落ちた時から数字を背負う。数字を背負う、どういうことだ。生年月日とか、生まれた体重とか、生まれた時間とか、まあそういうことじゃねえか。そして一生数字に支配されるんだ。そいつから誰も逃れることはできねえ。人生とはギャンブルだ。生きるためには避けては通れねえ博打だ。何にどれだけかけるのか。おめえは会社と家族に人生をかけた。そんで外した。信念がブレてっからだ。信念。どんなに時代が変わろうと、誰に何を言われようと、絶対に曲げられねえものがある。そいつを貫き通す覚悟があるかどうかってことだ。神野さんはその覚悟があったってことだな。こんな話がある。あれは十数年前の浦和競馬場だ。その年老いた馬券手は自らの信念で馬券を買い続けた。信念って？旧姓って知ってるか。旧姓。一泊、時刻、三匹、四力。古代中国に伝わる民間信仰だか陰陽道だかの数字だ。新聞にもあるだろ。ああ、聞いたことある。例えば今日なら五、五の黄色だから五悪は黄色い帽子だろ。確かに。五の日には五番、十五番、そして五枠。五に関する数字や黄色に関する馬が連に絡みまくるんだ。サイン馬券じゃねえか。そんなオカルトで当たりゃ世話ないよ。そう、そのじいさんはサイン馬券師だった。今日は二の日、2番12番が無条件だな。じいさんは他にも前走7着だった馬が連に絡むとか、馬名の画数を数えたりとか、自ら決めたルールで馬券を買い続けた。それこそ人気や印なんか関係ない、己の信念のみで買い続けたんだ。決闘、展開、実績、それらで予想を組み立てる良識ある馬券師たちは、そんなじいさんをバカにした。来るわけもない馬をサイン馬券で買い続けるじいさん。じいさんは馬券代をどこから捻出してるのか、どう見ても身寄りのない孤独な老人に見えた。噂ではかつては裕福な暮らしをしていて、
家族もいたらしい。だが数字に取りつかれちまったじいさんから家族も去っていった。それでもじいさんは馬券を買い続けた。雨にも負けず風にも負けず。それから月日は流れ、時代は昭和から平成へと変わった。もう誰もじいさんを相手にしなくなっていた。もはや自分が何をしているのかすらわからなくなっていた。そんなある日、外目からは中団20番東海道まで、その後は7番ファルコンクロード12番グレート。378378378378378。誰もが言った。こんな馬券誰が買えるんだ。こりゃとんでもねえ配当になるぞってな。それは当時の公営競馬史上最高配当額だった。的中数は1票。信念を貫いたじいさんはその1票を買っていたんだ。じいさんの肩は震えていた。ここにたどり着くまでに一体いくらつぎ込んだろうか。家族、仕事も全てを失っていた。それがついに今まで自分をバカにしてきた連中を見返せる時が来たんだ。誰もが奇声を発して歓喜の雄たけびを上げるじいさんの姿を想像した。信念を貫いてよかった。じいさんが口にした言葉はそれだけだった。それで？それでじゃねえし。以上だよ。以上。はあ、はあ、じゃねえし。あのな、年老いた馬券師が自分の信念を貫いて史上最高配当を手に入れたって、そういう感動の話じゃねえか。自分を信じきるってことなんだな。そうじゃねえよ。自分を信じてて馬券なんて当たるはずがねえだろ。だから数字なんだよ。どういうことなんだよ結局。为两餐乜都肯制，前世撞正输晒心翳滞，无谓求望发达一味靠稳定，鬼马相星着头劲，乱搏懵捞变满国平曳，做军监等经已系成例，求望发达一味靠稳定，鬼马相星眼倾倾，人生如赌博，赢输都冇事定，赢咗得亲事，输过唔使兴，做老千梗好搵过啊皇帝，扮蟹乸嘢真正系啊滑稽，求望发达一味靠稳定，鬼马相星怕现形。
发达一美靠稳定，鬼马上升眼倾倾，人生如赌博，赢输都冇事定，赢做得惨笑，输光唔使兴，做老千梗好稳过啊皇帝，扮蟹奶嘢真正系啊滑稽，求望发达一味靠稳定，鬼马相升，鬼马相升，鬼马相升，真系有型啊！やった、20万勝ちだ。今月はこれで乗り切れる。女房子供の元に帰れるぞ。バカ野郎、こんなとこで札びら見せてんじゃねえ。それは明日の軍資金だろう。でも信念の力ってのはすごいよね。あんな人気薄が来ちゃうんだもんな。総帥、あんたすごいな。奥義神の神拳だよ。勝つべき数字を背負ったってことなんだ。神の馬だよ。おめえが浮かれてんじゃねえ。ほら、握手じゃねえよ、分配金だよ。え、分配金？当たり前じゃねえか。誰が無料で奥義を教えるんだ。有料だよ、有料。え、いくら？ 25% だよ。 JRA の控除率と一緒だ。でもあんたも勝ったんじゃないの？あんたの理論で勝ったんだし。俺はトントンだよ。おめえみてえに三連単は買わねえからな。ん？そうなの？そうだよ。俺は三連単には手を出さねえ主義なんだ。思えばこの時に気づくべきだった。その後、神の神拳は炸裂することなく、俺の資金も底をついていった。また外した。神の馬は最下位じゃねえかよ。しまった、リンクか。リンク？ああ、前のレースも5番切ってただろう。リンクだよ。なんだよ、そんなのもあんのかよ。いろいろあんだよ。神の神拳にはあらゆる数字の要素を取り入れるんだ。走ってんのは数字なんだからよ。数字の配列、配列。リンクだとか画数だとか旧姓だとか、それじゃほとんどの馬選ぶことになっちまうじゃねえか。そりゃなんかは来るよ。その解読が難しいんじゃねえか。来るときは来るし、来ねえときは来ねえし、来なきゃしょうがねえし。どうすんだよこれで5連敗。あんたの言う馬はちっとも来ねえじゃねえか。全レース当たりゃ苦労はしねえし。何が神の神拳だ。これじゃいつまでたってもうちに帰れねえ。あんたには帰れる場所があるだけいいじゃねえか。さあ次走んぞ。馬券師に休息はねえんだよ。
次はこれじゃねえか。こりゃ家庭だろう。危ねえな。危ねえ。1.3 倍のグリグリだぞ。見ろこの20丸の羅列を。そいつが一番人気ってことは偶数枠。そのグリを軸にはできねえぞっと。ってことは他の偶数枠からこのレースのキーマンとなる馬を探し出す。まあこれが基本だわ。でも新聞には相手探し軸不動って書いてあるよ。万ちゃんよ、あんたも相変わらず学習できねえボンクラだな。新聞はいらねえんだよ。新聞は大事なのは数字の配列。配列。その配列を解読できなきゃ意味ねえじゃねえかよ。もういいよ。資金はあと3万。俺はこの頭固定で勝負すんよ。どう買うかは自由だけどよ。そういうグリが平気ですっ飛ぶところ散々見てきたんじゃねえのか。信念だよ、信念。もういいよ、あんたのご宅は聞き飽きたよ。あともう3分しかねえんだよ。俺はこのグリで勝負するからな。すいません。危ねえのおっさん、どう見たら見てんな。ああすいません。すいませんじゃねえよお前。ああ何だか言ってねえんだよ。ああバケが締め締め切った。バケに締め切りがあってもな、伝わりつまるの。怒りには締め切りがねえんだよ。バケをかわして、バケをかわして、俺はこれしくとも稼いで女房子の男を食わしていかなきゃならないんだな。あ、早く。ああ締め切っちゃう。おっさん覚えとけよ。新緑も外れの音となりにけり、新緑の外れの音となりにけり、葉っぱがずれる音が外れになっちまうんだお前らは。神野さん、ちょっとやりすぎじゃねえかあんちゃん。やべえ、あら取れたやが。やるすぎはどっち。なんなんだあいつは、化け物か。おいおまんちゃん大丈夫か。うんざりだ、もううんざりだ。
どうしたんだこの金。夜も走ってんだよ。取ったのか。当たり前だ。リンクしまくりだって。行こうぜ、万ちゃん。明日から浦和だ。そこでがっつり稼いで、女房と子供にうめえもんでも食わしてやれよ。神野さん。难分真与假，人面多险诈。俺ね、ガキの頃から貧乏でさ、親父がギャンブル狂いで、家計はいつも火の車。血は争えねえな。それが嫌で地道に生きていくことを信念にさ、死に物狂いで働いてきたんだ。だがその会社も倒産したと。信念がブレたんだよな。景気よくなったうちの会社にはいろんな業者が近寄ってきた。よくある投資話ってやつか。ああ、黒毛和牛の繁殖話に乗っちゃって、気づいた頃にはこのざまさ。雷声风雨打，何用多惊怕？心公正，白璧无瑕，行善积德最乐也。かわいいだろ。遅くにできた子供だからかわいくってよ。へえ、かわいいもんだな。今いくつだ。まだ5歳。そりゃ頑張ったね、まんちゃん。じゃあ嫁さんも分けんだ。まあなあ、若くて美人なんだ。あんた家族は本当にうちはねえのか。いつからこんな生活してんだ。それ言わなきゃなんねえの。いや別にいいけどさ。あんたの言う信念って意味が分かってきたよ。あ、そう。うん。じゃあ行くか。いや、よし。ついたのか。ここ俺んちじゃねえか。これから最後の大勝負だ。その前に子供の顔でも見てきてやれや。神野さん、でもこれもけじめだ。万ちゃん、いつまでも逃げてばかりいられねえぞ。
人生は賭博のごとし、俺たちも競走馬と一緒だ。鞭打たれながらゴールまで突っ走るしかねえんだ。俺も万ちゃんもまだ人生向上面だろ。俺はもう4コーナー回ったとこかも。だったら最後の直線死ぬ気で走ってみろよ。このまま逃げ切れるか、刺されて終わるかだ。でもそもそも俺たちはサラブレッドなのかな。いいんだよ、ポニーでもロバでもポチでもタマでも一緒なんだ。走るしかねえだろ。走るしか、走れなきゃ歩くんだ。歩けりゃどっかに道はあるだろう。競走馬より馬主になりたいな。そうだな。中見て。何が出張よ。あんた会社倒産したらしいじゃないのよ。どうすんのよ。この家のローンだってあと20年残ってんのよ。どうすんのよ。虎之助だってね、来年小学校なんだから。何考えてんの。早くハローワークでも何でも行ってきなさいよ。いや、この不景気がなかなか中高年の再会だ。なんて頼りないんだろう。なんで私こんな人と結婚しちゃったんだろう。もう許してくれ、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 痛い。ひでえ嫁だな。言うなよ。せがれは可愛いんだけどな。うん、でどうする。やっぱり俺とりあえず根気よくハローワークに通うよ。じゃあこの金は俺が勝負する。次はこいつだな。またこりゃ三頭とも大穴じゃねえか。来たらどうすんだよ。短かったけど夢を見れた。神田さん、ありがとう。夢じゃねえんだよ、信念だっつうの。俺がこの三連単ボックスに満額ぶっ込むぜ。信念か。俺にも信念があればあんたみたいに生きていけたかもしれないな。
俺みてえにか。きっつい旅だぞ。じゃあ行くわ。爆売り完了です。スタートしました。おっと少しダッシュが良くない。1番人気8番当選アゲイン、その後ろから押していくのは3番マイネルハイネス、続いて1番時のローズ、そして10番の天然ヒーロー前を追ってきます。並んでくるのは2番の桜アニバーサル、9番札幌キングオー。1コーナーを回ります。12頭固まった体勢、7馬身8馬身の圏内です。おっと8番人気当選アゲイン、様子が欲しいぞ。ずるずると交代、単勝 1.3 倍当選アゲイン、競争中止か。飛ばすのは3番マイネルハイネス、続いて9番札幌キングオーが大外から上がってくる。俺はこの3連単ボックスに満額ぶっ込む。シフコンダクターがスルッとやってきた。三頭が後続を大きく引き離す。前頭直線抜いた。リアライズドリームも最高峰。これはちょっと届かないか。まさか。前に引き離す。前に長いです。前に長いです。前に長いです。そのままゴールイン。着は9番札幌キングを。入った。シフコンダクター。超特大馬券だ。3連複3番4番9番28万4850円、3連単1着3番2着9番3着4番156万8900円。以上150万。第12レースの払い物100万負けに満タイ、こりゃを超えるぜ。カミルさん、あんたの信念とくと見させてもらったぞ。取ったのか。取ったんだよな。旅は終わらねえんだよ。
けない。